なぜついてくるのですか。どうせ同じものを買うんだ、いいだろ。ええ、そうです。しかし同じであっても全く別物。下着買いに来たんです。ライハちゃん、これなんてどうでしょう。月さん、これはいくらなんでもアダルトすぎるよ。こ高校生ですからね、これくらい普通です。お前はいいのか。私物持ちがいい方なので。まだお子様パンツか。なぜそれを。